台車の部品交換は簡単なのかをご紹介します。例えばですが、こちらに荷台があります。こっちには今ハンドルの部品があります。実際このような形で取り付けるのですが、ここにナットと滑車とスプリング滑車がついています。こういったナットを締め込むだけであれば、こういった工具ですね、モンキーレンチがあれば簡単に作業をすることができます。こちらはまあ取り外しも締め付けもできますので、こういった台車のハンドルというのは簡単に交換できるということです。こういったモンキーレンチですと100均とかにも販売してますので、いざとなったら100円ショップなどにも訪ねてみてください。